根粒菌は豆化植物の根に根粒を形成し、その中で大気中の窒素をニトロゲナーゼによって還元してアンモニア体窒素に変換し、宿主へと供給する、いわゆる強制的窒素固定を行う土壌微生物。根粒内には宿主から光合成産物が供給されることにより、強制関係が成立している。レンゲの根粒、リゾビウム属、ブラディリゾビウム属、 シノリゾビウム属、メソリゾビウム属などに分類される。1888年にマルティヌス・ベーエーリンクは、コンルーキンを単理し、生物窒素固定を行うことを報告し、バシラス・レイディシコラと名付けた。その後、アルバート・ベルンハルト・フランクは、ライザビーム・ラグマナサーラムと名前を付け直した。ほとんどの研究は、馬小屋市、ミヤコグサ、クローバー、アルファルファ、 大豆などの作物及び飼料豆類について行われてきた。根粒菌は主に豆科植物の根に侵入し、根粒という新しい器官を形成して強制窒素固定を行う。まず宿主植物の根が分泌した特定のフラボノイドを根粒菌内のノットが感知するとノット遺伝子群が発現し、ノット因子が合成、分泌される。宿主植物は 強制相手特有のノットファクターを受容すると、宿主植物の根毛先端に肥大化や、ブランチングなどが観察される。細胞質のカルシウムスパイキングも、根毛の基部で起きる。次に、根毛で、カーリングが起き、根粒菌は根毛に包み込まれる。さらに、植物細胞壁の局所的な破壊や、原形質膜の干入などが起き、感染子が作られる。根粒菌が、 内部に入ると、宿主植物根では、基礎細胞の一部が脱分化、細胞分裂し、根粒元気が出来上がる。根粒元気に入った根粒菌は根粒元気内の植物細胞に取り込まれ、根粒元気が発達して、成熟根粒となる。根粒中で根粒菌はニトロゲナーゼにより、大気中の窒素をアンモニアに固定する。その後、アンモニアは、 グルタミンやアスパラギンのようなアミノ酸に変えられた後、植物に送られる。植物は根粒菌に炭水化物を供給する。植物は根粒菌にレグヘモグロビンを使って酸素を提供する。これにより、ニトロゲナーゼカシ性の阻害防止のために根粒内の酸素を低く保ちながら根粒菌の呼吸を促す。豆科植物に形成される根粒には、 根粒内の細胞の発達段階が均一の有限型根粒と根粒内が発達段階で分かれている無限型根粒がある。宿子植物と根粒菌の関係は一部の例外を除いて厳密な縮子特異性に支配されている。例えば、エスマリラティはアルルファアルファに B ジャポーニカムは大豆に根粒を形成し、それらが交差することはない。こうした 宿主特異性の認識は、植物根から分泌されるフラボノイド等の化学物質を認識して、根流菌ノット遺伝子群が活性化し、ノット因子を合成、分泌する段階と、そのノット因子を植物が認識、使用して、根流形成と感染のプロセスが開始する段階の少なくとも2段階ある。1960年代の緑の革命により、作物生産量は、 飛躍的に増加した。その作物生産量の増加に大きな役割を果たしたのが化学肥料であり、現代農業において窒素肥料は不可欠なもとなっている。化学肥料は二酸化炭素や一酸化窒素の排出、あるいは河川の不栄養化などが問題になっている。一方、地球上での生物による空気中窒素の固定の総量の 約半分が農業用地で固定されているため、窒素固定生物の利用は、温室効果ガス排出削減や、河川の生態系への影響を抑制につながる。ありがとうございます。